警察によりますと、昨日夜10時半過ぎ、松阪市末広町1丁目で、近くに住む飲食店従業員の27歳の男性が血を流して路上に座っているのを知人の女性が見つけて交番に届け出ました。男性は右大腿骨を骨折するなど大怪我をしていましたが、駆けつけた警察官に対し、怪我をした時の記憶がないと話しているということです。男性の周りには自動車部品とみられるプラスチック片が散乱していたことから、警察は男性が車にひき逃げされたとみて詳しい状況を調べています。